Minna wa furansu go benkyou shiteiru toki, nani mite renshu shimasu ka? YouTube? Ja kyou wa ii furansu terebi bangumi wo oshietai to omoimasu. Takusan aru ndesu kedo, kyou wa yotsu dake oshiemasu. Yotsume wa tabun minna wanaimasu. Kono bangumi wa honto ni ani kore? Mitaina bangumi nan desu keredomo, sore wo minagara furansu go no hasson ya bunpo wo renshu dekiru node, zehi zehi minna kono video saigo made mite kudasai. Mazu wa fashion ga suki na hito imasu ka? Ja, les reines du shopping teiyu bangumi ga aru ndesu keredomo, mokuteki wa fuku wo kau koto desu. 5 人の女の人がいて、で、それぞれは300ユーロ、3万円ぐらいもらう。例えば、2時間で、全部のお金を使って、いい服を買わないといけない。あとは、買ってからメイクアップもしないといけないんですね。で、その準備が終わったら、他の女の人の前に、カットウォークしますね。パラードをしますね、みんな。で、あとは、その他の女の人が点数を上げる。鏡の上に、なんで鏡の上かわからないんですけど、鏡の上に点数を書いて、で、週の終わりに誰が一番多くの点数をもらったか決める。他の人がいるんですけど、ファッションのプロです。クリスティナという人がいるんですけど、本物のファッションのプロです。だから、テレビから、その人何買ったとか、パレードをどうだったを見て、で、あとは彼女も単数を上げる。で、あとは平均してどんな単数をもらうか週の終わりに分かる。つまりに女向けのテレビ番組でファッションのセンスが高い人もいるし、あとは時々女の人は他の女の人に対して悪いですね。例えば自分が勝つために低い単数を書いたらとか、だから結構面白い。ファッションが好き人、ぜひおすすめです。料理が好き人、フランス語を勉強している人の中で、パティシエとかシェフがいると分かってますが、やっぱりこの番組好きかもしれません。トップシェフという番組なんですけれども、目的は簡単です。4つのチームがあります。で、そのチームのボス、そのチームの女子は有名なシェフですね。例えば、フィリップ・エチェベスト、エレン・ダ・ローズ。その4つのプロのシェフはチームを持っている。毎週戦いして、例えば、有名なシェフはゲストとしてが来て、例えば、僕が一回も食べたことない魚を料理してみてください。でもそのシェフは何種類の魚も食べたことありますね。だから、参加者は自分のできることを超えてすごい料理を作らないといけないです。で、もちろん自分のチームのシェフが手伝ってくれるから結構面白いです。で、フランスの食べ物って何？と思う人、これを見たら多分驚きます。本当にプレゼンテーションも味も美味しそうで、本当におすすめの番組です。で、もしフランスのことが好きだったら、この番組を見たらもっと好きになると思います。自分も見てます。はい、アパートのデコレーションが好き人いますか？デコっていうテレビ番組があるんですけれども、目的は、スクリプトはよくいる家族は、自分はそんなにお金を持たないから、自分のアパートを買えないとか、引っ越ししないとか、デコレーションちゃんとできないとか。だから、隣の人が、デコっていうテレビ番組に、応募して、家族を手伝ってください。を言ってから、デコのスタッフの皆さんは、その家に来て、で、あとは、全部、変身します。変身っていうか、全部、デコレーションしてあげて、そのアパートは本当に違うアパートになります。このテレビ番組のユリは、デコレーションのコツいっぱい教えてくれる。すごく勉強になる。なんか、この商材で
そういうことできるぐらい反応すると思います。あとはやっぱり人間的な気持ちが伝わっていますので本当にいいです。例えばその家族は自分の家はこんな風にだったのに、あとはこんな風に変換したのかっていう反応をしたら、自分もわー感動する、自分のアパートや家じゃないんですけど、やっぱりあーびっくりする、いいなと思います。だからぜひぜひそれを見てください。4つ目なんですけれども、まあみんなは知りたかったね。どんな番組ですね。4 mariages pour une lune de miel っていう番組です。この番組は、まあ、僕は、まあ、見てないんですけど、やっぱり、まあ結構面白いです。4つのカップルが応募しますね。で、そのカップルはそのテレビ番組の中で結婚します。で、1つのカップルは結婚しながら、残っている3つのカップルはその結婚に参加して、食べ物、雰囲気、デコレーションを判断します。で、ダンスも書きます。で、やっぱりひどいですね。自分が、遊んでいたら、自分の結婚を楽しんだら、他の人がダンスしていたら、変じゃない？特にその人たちは自分を勝ちたいだから低い点数を書くとか、あとは悪いことを言っちゃいます。うん。だから泣いてる人もいるし、もうまあ、この番組は何かわからないんですけど、泣いてる人もいるし、喧嘩してる人もいるし、だから、うん、フランス人が喧嘩するときにどんな風になるかを見たい方へ、ぜひぜひこの番組を見てくださいね。あとは、love ね。愛が好き人もぜひぜひ見てください。だから、その結婚をしながら、フランスの結婚はどんな風によ？わかるし、あとはフランス人はどんな風に自分の愛を表現するか、それは本当に面白いです。まあ、おすすめというか、一回見ていたら多分面白いだと思います。で、そういうテレビ番組なんですけれども、YouTube でも見れると思いますので、ぜひぜひ、書いてみてください。そして、見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ありがとう。